で、この次の時代はこれが来ると思ってるんですね。もうこれ、この仕組みが勝つんだろうなと思ってます。ライブの方が、ライブの方が気ぃ使う。もう絶対ライブ使わないんだよ。いや、絶対ライブ。俺ライブ結構やってたんですよ。今私たちがやってるのは、TikTok のライブをして、エンタメ性がなくても、できることを今やろうとしてる。TikTok でも、YouTube でも、なんでもないんですよ。だけがやってるライブです。うんうん、のそういうアプリがある。そこで何を買わねんって話ですね。現場調査。現場調査。その人が来てくれたらその人決まるんですよ。ってことで、相手がなくなり、値引きがなくなるっていう仕組みなんですよ。だから営業のライブ版ですよ。じゃあ、沢田さん、沢田さん喋らなあかんから。いやいや、いいですよ。あの、まあ、別に自然な感じでしょ。まあ、ちょっともう小林さんもつるのおかしい。いや、大丈夫です。どんな感じだったの？ちょっと、ちょっと、場所変わって。すごい、だから私この間久しぶりにライブの方が楽じゃなくないですよ。だって力が無限じゃないですか。どの温度で喋ったらいいか取られてる方が分かれへん。ライブやったら なるの全然気づかない。ライブの方が気づかない。ライブ力が無限。いや絶対ライブ結構やってたんですよ。そうやってますよ。だから絶対余裕だと思う。だから今私たちがやってるのは TikTok のライブをして、はい、でコメントに答えて、はい、いや、いいですよ、そんな YouTube 向きのこと言ってもらって。いやいや、答えて。いや、それを。じゃあ、流れを作ってあげようと思ったら、いいですよ。切り取って、ショート動画に上げて、そのショート動画を、インスタにも上げて、YouTube の人。誰にやってもらってその、僕やってるんですよ。もう適当に。クマさんが。もう切り取って、そのまま編集したんですよ。めっちゃ簡単なの。切り取って、バーンって切っ発。でも、それっていうのは仕事的にもいい感じになるんですよ。あんまり意味ないの。まあまだ今やり始めたばっかりなんで。どうこれよりやってるっすね。でもなんか地元これ近くの人がから問い合わせ来るんですよ。近くっていうのは地元のこのエリア。いや、あの僕は本当に SNS って、うん、オフラインに広がる方が大きいと思う。まあまあそうかもしれないです、うん、いやオンラインってもう埋もれとるから広がってますから、ね、確かに僕も多分そうなんですよ。やっぱ愛知県の視聴者がやっぱ比率がめちゃくちゃ高いんで、それってやっぱこの人知っとるとかライブ配信も夜とかじゃないですか。朝何時から？朝の9時の現場スタートの時にお客さんと職人 OK もらってライブ配信する。え、現場の作業をやるんですよ。全部大工がやってるとか足場組んでるとか。だからでも私たちはその SNS は小林さんとこみたいに、うんうん、結局エンタメが弱いから、うん、バーンってバズらへんの。バズとにかく、うん、でも俺コモさんより沢さんが、うん、エンタメ性は強い。それはそう、そんなだからね、エンタメ性はでないのよ。だけど、うん、いやいや、ある腕なんか一個来ない。ありがとう。いや、エンタメ性がなくても、できることを今やろうとしてるってことを言いたいの。まあ、そう。エンタメ性がない企業、うん、私たちは何したいかって言ったら、うん、この企業さんにライブがすごいよってことを、もっと PR したいんですよ。誰ですか？例えば小林社長みたいに、そら塗り替え屋さんやから、うん、あんだけのスター性があって、うん、あんだけのチャンネル登録者数がいてあって、うん、でもそうじゃなくても、うん、ライブに来てもらえて、うん、真剣にお客様がそのお仕事を勉強して、はい、あ、ここに頼もうって、ライブを頼もうっていうのは、要は SNS っていうか、その e コマースの、でしたそうそう、ライブコマース、ライブコマースのコンサルを用意しようんですよね。コンサルがあのスタートしてるんですね、今。そうなんですよ。これでやろうとしてて、うん、それが別にタレント性とか面白性、人性じゃなくて、そういうこと、そういうところでも成功するよと。そう、しないでしょ。これカメラ回ってるから、俺、相手が閉めます。しないでしょ。そう、しないと思うじゃないですか。それどうやってやるかって言ったら、うん、さっき言ったみたいにいろんなとこを見てるよね、うんうん、SNS をやってる社長様たち、うん、インスタもやる、 TikTok もやる、うん、YouTube もやる、もちろんホームページは絶対やる、 いろんなものやって、今お二人ともおっしゃったんですけど、うん、最終的にホームページ見てお問い合わせあったよねと、うん、最終問い合わせるときは、うん、ホームページを見て連絡してくるんですよ。まあ絶対それは絶対そうですよね。なんか、まあホームページ見た人が、うん、YouTube もTikTok も見るかもしれないけど、うん、もう一回ホームページに来てホームページの電話番号から問い合わせる。ああ、そうですね。ってことは、うん、ホームページに、うん、その人がやりたい内容のライブやってますよ、はい、
はい、って言って、なるほどなるほど、ホームページに入ったお客様が、うん、よりその会社の営業マンなり、うん、社長さんなり、うん、ちょっと電話するのって躊躇するじゃないですか、うん、やっぱり実はさ、うん、それはでもそうですよ、みんな知らんけど、うん、私がもし一般の主婦やったら電話しようかなって実は毎日思ってる、はい、今日電話しようかな、あでもまあ明日にしようかなって思うわけですよ、チラシもそうなんですよ、はい、あもう一応置いてるんですよチラシを、はい、だけどホームページの電話番号から電話してくるんですよね、はい、スマホやから今みんな、そうかそうか、まあ、ポチッとできるからね、っていうことはってことは電話する前に、俺何なの、電話する前にもう一押しこの会社の人となりを見たいんですよ、 それがあるんですよ、じゃないですか、うん、でそこじゃエンタメ性って言うんじゃないですか、いやそのそこのエンタメはそこはもう嫌なこと言っちゃってちょうどエンタメ行きよったんだけど、ちょっとさっきの顔もさっきに言われたんだ、そこはスカリーみたいな顔、そうなった時はもう真面目にお客様は本当に仕事を、うん、仕事をしたいと思って頼みたいと思ってるから、うん、ホームページに載っているライブはちょっと真面目に聞きたいなって、うん、どんなことやってるかなって、うん、もちろん、今なおのライブもやってる、うん、でこのライブは見逃したけれども、うん、アーカイブ、うん、あ昨日やってたんや見逃した、うん、あ一昨日やってたんや、あこれ見逃した、はい、あこれ実は外壁塗装やったんだとか、お風呂のことやってたやんって、なるほどなるほど、あイメージはできた、ライブをやってるなおで見る人は直接質問できる、うん、でも見逃した人はアーカイブで見る、このライブは TikTok でも YouTube でも何でもないんですよ、うん、例えば小林さん塗り替え道場さんがやってる、だけがやってるライブです、うんうんうん、のそういうアプリがあるんです、アプリっていうかそのソフトが、それ URL で貼り付けるんですよライブを、あどういうことですか、ダウンロードしなくていいんですよ、ね、アプリをダウンロードしなくていいんです、もう直接ホームページで、例えば足場のライブ配信中ってピコピコってもう今ライブしてたら、え今ライブあるんですよ、ホームページ貼るやつか、貼るやつか、でそれポチッと押したら今やってるなおのライブが見れるんですよ、俺ちょっとこれ契約者そうなんだこれいいと思っていないけど大丈夫ですか、でそれでこれ危ないよこれだけどそのでコンサル業っていうのは どういうことですか、 e コマースでみんなが要はそういうのをやっていこうみたいな、うん、そうこうやって対面でリアルで会えば一番いいけれども、うん、やっぱり電話する勇気もある、うん、で来店してもらう勇気もある、うん、お家に来てもらったら買わされるんじゃないか、でもまずライブで自分の顔は見られてない、うん、でも私たちの顔はライブでお客様は見るんですよ、うん、まあそうですね、はい、あ澤田さんこんな人なんや、うん、じゃあちょっとコメントしてみよう、うん、でこれって足場ってどれぐらいの金額なんですかって、うん、コメントくるんですよ、はい、あ金額ですねってどれぐらいのお家ですか大きさは、うん、ってそれは何ですか、コンサルタント屋さんっていうのはターゲットはどういうとこ、日本会社とか建設業、そう日本業塗装も、うん、あ日本業や、ね、全部をターゲットにして、あでそこで何を買うねんって話ですね、うん、別にだから僕らってそのそこでキッチンお風呂買ってくれてポチってライブやってるので下にこうコマースが商品があるからそこポチって押したらその商品が買うっていうんじゃなくて現場調査のこと、現場調査機、例えば小林さん井村さんに現場来てほしい、はい、もう無料でもいいですけど、まあはい、100円とか200円にして、はい、井村さんに来てほしい、ファンつけたらそうなるんですよ、投げ銭の代わりですよ、 YouTube とか SNS ってファンになるじゃないですか、はい、さらにコアファンになって もっとファンになってもらって、はい、ホームページに来た人はまあまあファンになって、ライブ3回4回見たらもっとファンになって、うん、ご指導してもらう、本当にやりたいお客様だけが最終ホームページからのライブに入ってもらうっていう、だからその時は1人でも2人でもいいわけなんですよ、まあ、もしあったら森田さんみたいな募集して、いやそうなんですよ、まあ、最初は安くてもいいじゃないですか、うん、いやそうなんですよ、そういうことあるだけでもいいよ、はい、ないけど、まあ、ぜひ私たちはモニター募集したいです、 YouTube を結構挫折した人、うん、そうあれやばい、逃げる、そうだそれ前よ、やりましたよ、もう一回ミーダーしてました、ミーダーしてましたよ、本当にお腹痛くて出たんじゃないですか今そのために立ったんですか今いやで、ね、今止めたくないですよ、こんなの催したら出そうと思ってその要はその僕が多分あまり理解しないで細かく聞きたいんですけど、この仕組みとその配信のアドバイス
みたいな感じでいくのか、うん、あと配信のどこを見るんですか？ URL 貼るって出たのはライブができるプラットフォームなんですけど、うんうんうん、そこを独自で例えば小林さんが私が今どこどこですって例えばお伝えするとするじゃないですか、うんはい、それ調べたら、はい、すっごい高いんですよ。あそのアプリじゃなくてそのサイトっていうかプラットフォーム、そのこのプラットフォームでライブ配信するんです。私たちはそこを、お安くそのプラットフォームを使える、まあ言ったら権利を持ってるので。あでも他の会社でもいいんですか？他の会社で私たちの今からやろうとしてるところに、じゃあ一緒にやりたいですって言ってくださった方に格安でそのプラットフォームを使える申し込みをできるっていうのが私たちの強みです。あそういうのもあるんだ。多分これをその私たちが今受けてる同じ一緒にやってるライブコマースの先生がいるんですけど、その方とつながってるので私たちはそのプラットフォームを特別価格でできるんですね。僕実はそのプラットフォームもともと知ってたんですけど、もう高すぎ3年前にやろうと思ったんだけど高すぎて相談行ったけど諦めたんですよ。あと例えばまあ、ご存知の通り建築業界って SNS めちゃくちゃ遅れてるじゃないですか、うん、小さな会社さんって自分たちを知ってもらうためにどうしたらいいか分からない。 SNS、YouTube なんてもう今更って思うし、はい、そこでチャンネル登録者数を増やしていくにはどんだけの大変さが待ってるかってなったら難しいでしょ、うん、ホームページは絶対見に行くじゃないですか。ああそうですね、問い合わせるときに、はい、でホームページ見に行ったらライブやってるって書いてたら、はい、ちょっと見てみようかなと思いません、うんうん、なりますね。だからインスタとか YouTube とか極論 TikTok もしてなくていいんですよ。そんなエンタメしてなくてもいいんですよ。僕はもう逆の発想しようので、前あのお会いしたときに理科屋さんだったら、うん、ライブコマースやったら、うん、多分すごいことになりますよ、ね、うん、でちょっとアドバイスもらったんですよ、うん、あの塗装キット、うんうん、こういうのから入っていって、うん、自分でやってみて、うん、舐めない人もまたちゃんとそうするとか、うん、まあ、入り口にはなるわけじゃないですか、うんうんうん、で俺もある程度説明して、うんうん、人に何か入れて、うんうん、でありがとうとこんな面白かったんですよ。で俺話聞きたいめっちゃいいですね。ありがとうございます。俺はもう本当こちらしか考えてないんで、うん、でただ小林社長のところは、うん、これですね。ちょっと下手ですけどこれ写真また撮ってみましょうか。でも YouTube で例えばあそのキット買ってやってみたいと思った時に、うん、どうするかって言ったら今コマース機能が YouTube ついてないから、はい、だからポチッとするとこはないじゃないですか、うん、でもじゃあそこにベースとか、はい、何かしかコマースがついてる、はい、ところにサイトに飛んでもらう、はい、でもそれってめちゃくちゃ遠いじゃないですか。そうですね。でそれがおさんもね、おさんでしょ、うん、で僕たちこんなキットをやってるんですよってなった時に YouTube とか TikTok とか、うん、インスタに自分たちのそのキットを販売するための URL を貼っておくんですよ、うん、そしたらホームページに飛んでライブが見れるわけですよ、うん、小林社長のところ、はい、でそこでそのキットを紹介するんですね、うん、これはお家でお試しできるキットです、うん、でハケもついてるし、うん、塗料もこの3巻ついてます。だから商品を買ってもらうのと現場調査券を買ってもらうっていう2つのやり方が多分見えとるんだ。例えば、うん、いやでもここまで見て、うん、できないと思った方は見に来ますよお家って、でその方は500円で現場調査券ポチッとしてくださいって。例えば何々さん森さんに買ってほしい、森さんに来てほしいから森さんが来るじゃないですか。だから集客はプラットフォームが作らなくて本人だからホームページでも集客してるじゃないですか、うん、だからそれをクロージングだから成功率上げる作業をしてあげると、うん、それをライブコマースで成功率上げませんかって、ここあればいいんですよ。そうホームページでライブしてるけどなくてもここだけで直接ライブ見れたら、うん、小林社長こんな方なんだとか、ここの職人さんこんな人だとか、私井村さんがいいと、私森さんがいいとか、うん、私河合さんがいいんですよってなるじゃないですか。その人が来てくれたらその人決まるんですよ。ってことは相見せがなくなり値引きがなくなるっていう仕組みなんですよ。まあ1回のライブじゃあかんけど、ね、まだまだ信じられないかもしれないけど、ね、結局今、うん、エンタメでもエンタメ性ゼロなんですよ、実は。いや、エンタメ性 100% じゃないですか。エンタメ性って間違いない話ですよ。小林さんみたいな。エンタメじゃないって、うん、泣けんだろ。でも店長は全員喋れますよ。だって、ま、これだけ喋れるやつはいないよ。引き込まれますもん。なんか、言わポイントは、小林さんのところもさ、言ってない。自分ところの紹介しないじゃないですか。うちに塗料塗装を言いなさいと言わないじゃないですか。それがポイントで、お客様に正しく、うん、塗装の知識を教えてあげる、うん、そうでお客様がより一番いい
業者を選び、うん、一番いい塗装ができる自分が思ってる予算でできるところを教えてあげる。向こうは顔見られてないから、うん、質問してくださるんですよ。熱いこと言ってきますよね。あ、本当ですか。内部の時もそう、うっとしいことか書いてもらえないですか。書いてもらえない。ここに来てるから、もう排除されてるんですね。ここはまあ多いってホームページから入ってるから。ホームページでリンもうライブを見ようってなってきて、 TikTok とか YouTube はもうまだまだめっちゃいいじゃないですか。それでだから小林社長のところはもう宣伝するところいっぱいあるんで、僕たちあの、うん、もっとここはもうちょっと面白おかしくやってますけど、うん、本気で塗装のことを考えてる方は、うん、ホームページ飛んでいただいたら、あのもっとしっかりした塗装のこといろいろ本当にリアルに質問できる URL 貼り付けてるんで、社長のあのこれもう SNS とまた全くの別物です。別なんですよ。ここは SNS なんですよ、うん、ここは僕もここはまたライブ全然違うんです。違うんですよ。でこの次の時代はこれが来ると思ってるんですね。もうこれこの仕組みが勝つんだろうなと思ってます、はあ、僕ら。いやだけどやっぱこのなんていうかな、このそのなんだエンタメ力というか、なんていうかな、このちゃんと説明する力、これがやっぱいい。だからこの間チラッと言ってたのがジャパネット高田の建築バージョンです。完全にそこで、ね、あれになれないんですよ。だからバカなことやってますよ。でもね、説明できないから。それでいや、あの風に説明できないもん、これ。でも、ちゃんと引き込まれてるもん。多分ね、今井村さんとか、例えば井村さんがやるかどうかだけど、森さんとか、絶対できますよ。普通に喋ればいいんだから。だからエンタメ性がいらんでしょ。でもね、俺がやらんねえんだ、別に。スタッフでできるんだ、これは。別に、アホなこと言わんでもいいから。真面目に。だからいいんですよ。だから小林さんの、その、ここはもういらないんですよ。今小林さんここでやってくれてるから、ここはもう個人でやってるんですよ、普通に。だから営業のライブ版ですよ。でも制約率が上がり値引きができるんだ、ファンになるから。だからファンビジネスの SNS のあり方がこれが完成形かなと思ってるんですよ、僕らの。はい、ちょっともう長そうなんで、ちょっと締めていきますわ。でもそういうことです。はい。ちょっとでも、あ、6月期中マジで来てくれるんですか。それは行きます。どうしましょう。これでもう募集かけるのか。うん、そのね、6月19日に行った時に会いにしてほしいな。いや、この話してほしい。ただ、これはまだ僕らもまだ完成させてない。今からもう作っていくし、はいはい、多分日本中どこでもやってなくて、うん、ジャック社の戦い方なんですよ。弱いやつの戦い方なんですよ、僕らみたいな。はい、じゃあ視聴者の皆さん、ありがとうございます。6月19日よろしく。特別ゲスト決まりました。ありがとうございます。ライブ参加ですか。本当に多分これ聞きにくいって多分一番多いと思うんで。本当ですか。じゃあライブで参加します。はい、視聴者の皆さん、ぜひ6月19日だったと思います、はい、ちょっとまたあの日付が全然違う日付が入ってたら申し訳ないです、はい、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。せーの、また見てー、またねー。